若犬会氏あるいは、若犬会の氏あるいは若犬関氏は、若犬会を、氏の名とする氏族。犬会部は犬を用いて、旧門、大和朝廷の直轄領である三宅などの主営にあたる、しなべであり、若犬会は、県、犬会、海、犬会、安住の犬会、新、犬会連、あたみて犬会とともに、これを統率した友の宮津つこ族の一つである。 新先生四六京神別によると、尾張宿根氏、伊福部宿根氏、境辺の宿根氏、多治比連同様、秘密命の子孫と言われ、河内国津上別では、道上十六世孫子立七命の後なりとあり、泉国津上別では、亀栄命十五世孫懲子子命の後なりとある。また、仙台九児本里、天村本里では武田か、利命が、若県、関連の外ある。 泉国津刈別に同祖の無暮れんがあることから、内臓の主営を担当したことがわかる。聖は連であったが、645年の木の富の変で、カツラギの若いぬかいのアミタが、佐柄木ネイマロウと共に、蘇我イルカ暗殺を実行したため、684年、発色の聖の制定に伴い、685年に、クヌ生を与えられた。 若いぬかいすくねの同族としては、704年に16位下の若いぬかい微郎が、生6位上の佐伯すくねのりまろらと共に15位下に少女されている。また744年には、小6位上の若いぬかいあずまひとに、外15位以外が授けられている。宮城十二門には、高下門にその名を残している。10、悪田省の記述によると、 最初に造営した氏族の名を検証したものと言われているが、井上薫はこれに遺説を唱え、モヘキモン・門、ンカモ門のような例からわかることとして、アスカイタブキグユで十二門を守り、イルカ中伐に参加した氏族の名前を門号に残したのではないかと主張している。佐アリ力与によると、十二氏族が、おののの名前に由来する門を警護したのは、軍事的。 全部的職種に基づく伝統で天皇に古い時代から禁じしたことを表しているのではないかというありがとうございます。